Hi everyone, I'm Deep Resman Soki。 あの前予告してた今日はあの仮面ライダージャンヌ使っていきますよ。でね、前、まあ、予告してたのはその女性ライダーで固めようかなって思ってたんだけど、まあ、ジャンヌが空手家だっていうことで、まあ、あの空手、格闘家のライダーって実は少ないんだよね。うん、例えば、まあ、一番最初の格闘家ライダー、元格闘家、まあ、有段者、ね、空手柔道の有段者である仮面ライダー2号、ね、が、最初、まあ、格闘家ではないんだけど、まあ、有段者っていう、まあ、格闘家のプロですよっていうところで仮面ライダー2号っていうのと、まあ、あとスーパーワンが赤心少林拳使いっていうのと、あとはあの思いつくのがこの仮面ライダークローズの万丈龍河ボクサーっていうのとかですね。そんなところだよね、今パッと思いつくのは。まああとあのあれ G3 の氷川さんがね、警察官なんで、おそらく剣道と柔道は習ってると思うんだけど、あと何個おったかな、ないよね多分ね。まあ金太郎スが相撲にわかっていうところかな。相撲のね、空手じゃない相撲ね。ちなみにこの2号バーストしたらシモン雅人さん版の仮面ライダーが流れるんだよね。格闘家のライダーちょっと少ないんで、まあ、女性の格闘家のライダーっていうのは割とね、初めてなんじゃないかなっていうのは思うんで、あの次の仮面ライダー、リバイスの次の仮面ライダーですね、それにまあ、主人公ライダーと2号ライダーが、まあ、ライバルで、その2号ライダーのお母さんがプロレスラーとか言ってたら面白そうかもしれんね。あのヒールのプロレスラーやってっていう、でその敵に洗脳されて、最初は悪のライダーとして活動しとったんやけど、そのライバル2号ライダーと主人公が協力してお母さんを取り戻して3人でつるむと。で2号ライダーが今度はあの反抗期でちょっとグレちゃって、1号ライダーとそのお母さんライダー3号ライダーがね協力して戦うなんて展開も面白そうやね。もうごちごちのヒールレスラーなんで、必殺技がトラースキックやったりとかね。それとか、まあ、小生が一番好きなプロレス技があのドラゴンラナとかウルトラウラカンラナっていう必殺技なんやけど、あれとかね、あの必殺技にしてもらった、お辞儀するんや、おいいじゃんこれ、いいと思う可愛いじゃん。というわけでジャンヌですね。まあデザインがやっぱりこう足というか、まあ下半身だね、下半身というかシルエットがもうあれだね、モータルコンバットね、ラブコフも書いてあって可愛い。これかっこいいね、裏剣なんよね、あのエクバのアレックスみたいな、アレックスの格闘チャージみたいな裏剣っていう絵がね、服じゃないっていう。でこの2号はこれですね、あの一応ねこのスロット対抗2個揃った時 AP10 とバースゲージ上昇率アップっていうのがあるんで、そこをちょっと狙っていきたいですね。こっちと迷ったんだけど、まあジャンヌの能力はアイコン揃えるっていうやつだから、まあじゃあ同じアイコン揃えるにしようかというところで、でまあクローズは、まあ、クローズエボルですね。はいはい、というわけで、まあ、格闘家のライダーね、もっと増えてほしいんやけど、本当プロレスラーのライダーは欲しいよね、ちょっとね。さあ、相手は何かな？あー、おい、貴様、もう見飽きたよ。お前の姿を見るのすげえ見飽きた、もう本当に。もう全国大戦禁止にしてもいいんじゃないの？もう、アビリティ封印、系はさ、もう全国大戦で禁止にしようや。もうあれってどっちかというと超絶バトルとかさ、難易度が高い CPU 戦なんじゃないかなとは思うんだけどね。違うんかな、相手も同じアイコンか。よし、なんか かっこいいね、やっぱりハイレグ系のデザインしてるんだね、ジャンヌの後ろ姿もね。やっぱりキタナみたいな感じですね、キタナ。これどう見ても汚いやろ肩から腕まで長い袖とかね、汚っぽいけどね。まあ汚に似てないかっていう、まあ仮面ライダーとモータルコンバットを同時にやってる人っていうのは、まあ多分小生しかいないだろうけど。あ、よし、キック、あ、揃ったぞ。あ、でも封印されとるけ、トリプルや、相手もトリプルやし、これ、あ、ほらほら、来た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 、もう
お前ほんとカリバーほんと来んなよお前全国大戦にさ。いや違う、あのね、勝つのが目的じゃないんよ。あ、わかる、あの仮面ライダー好きやからやっとるって何回も言いよるやん。でそのやっぱりキャラゲーなんやからさ、そうオールスターゲーのキャラゲーなんやから、これを使わないと勝てないみたいなのはちょっとなしにしようぜっていう話をね、前ちょうど前回ねしたんだけど、あ、これハイレグじゃないんだ、これ下にはあの青い布着てない、布じゃないわかっこいいっすね、ちょっとジャンヌ、ジャンヌのデザインほんと優秀だと思うよ。あ、これは勝ちたい、ウェイ、どうだ、ウェイって言っちゃったらいつもポヨって言うけど、よし、いいぞ。あー、ちょっとね、カリバーはほんとあかんよマジで。あのカリバーとあと何、前まではあのクーガ、ガンバレジェンドレアのクーガとエグゼイドと、ガンバレジェンドレアのねエグゼイドと、あとクローズビルドっていう、あ、クローズビルドじゃない、クローズエボルっていうのがあのテンプレ最強カードみたいなね感じだったりとか、あのジオ版のディケイドのレジェンドレアとかね、スロットアイコン揃ってなかったら AP50 とかね。でまああとオーディンが一時期流行っとったりとかねしとったけど、なんかもうそのカードすら可愛く見えるもんね、なんかねこいつらね、あのゲームのあのレジェンドレアとかね、あの何やったっけ、あれのトリッキーのゲームのレジェンドレアとか、あとチェイサーマッハとかね、あれあのレジェンドレアとかね、あれがまあテンプレイみたいな感じだったけど、あれもすげえヘイト溜めまくっとったけど、なんかそれが可愛く見えるもんね、ほんと。あの いつやったかな、このクソジャオーが、あ、クソって言っちゃってクソジャオーが来た時にさ、あのそのクーがエグゼイドクローズビルド使ったけど勝てんかったもんね。よし、ダブルアタック来いよ、ダブルアタック、パンチパンチキック、よしよしよし、ダブルアタックや、これで相手のテクゲーも上がるし、バーストゲージも上がるぞ。とりあえず AP、これ15上がるんよね、確か。15上がるよね、AP。どうだ、上がるやろ。あ、よしよし、上がった上がった。んで、テクゲーも上がるし、クローズがちょっと、クローズのアビリティが、もう、あの、パンチキックに止めるのしか発動しない。AP はもう、ちょっともう、捨てよう。もうこの際相手のあのなんかね、クロスセイバーじゃないわ、何やったっけ、あの忘れてしまった、あの手のセイバーの忘れた、これもよしよし、いけるぞ、ぽよ、よし、カウンター来い、カウンター、もうカウンター発動するでしょ、2回連続でパーフェクトで勝ってるもんだって、カウンター来いよ、カウンター来い、カウンター来い、カウンター来い、ほんとこっち誰バーストさせても、あのジャンヌにも、あ、なんでなんでジャンヌ発動バーストさせても、あの2号バーストさせてもいいんや、ああとどめでジャンヌのスタンピングスマッシュ やろうかと思ったけど、あ、邪魔やし、あーバーストじゃない、身代わり発動しなくなっちゃうじゃん、あーあーもう、あーこれいけんぞ、ほいで、あー、そうそう、最初の話に戻ろうか、あの3号のお母さんライダーっていうのは実は商業的にもだいぶ成功すると思うんだよね。だってあの、あれ、仮面ライダーサーベラは確かプレ版だったよね。炎炎剣のろしはね。プレ版で、今回のリベラドライバーもプレ版やったやろ。つまり大人が買うっていうその客層に設定してあるんやから、その子供の親が見てるっていう、ね、子供のお母さんが見てるっていう。子供が、まあ、一応その商業的には、ターゲットになってるんだけど、その、子供には1号ライダーのベルトを買ってもらって、お母さんにはその3号プロレスヒールレスラーのベルトを買ってもらおうっていう風にすればね、いいんじゃないかなと思うんですけどね。で、サイズをね、もうあの、1分の1サイズにしてもらったらいいよ。あの、ベルトの性能とかはいいんよ。もうコスプレとして使えるっていう風にしてもらったらね、まあ、子供と一緒にね、変身したりとかね、できるわけだし、面白いんじゃないかなとは思うんだけどね。どうすかね、ちょっとバンダイさん、ちょっとしっかり考えてくださいね、そこら辺。もう欲しいんですよ、マジで欲しい。そしたらね、あ、おい、揃えや、そこは、そこは揃えや。そしたら小生ニッキーにもメロディーにも、あとユリさんにもね、
プレゼントしちゃうし、庄司にもねあのプレゼントして配っていくんでプレマってあのただでね無料配布して使用するぐらいのねことはできると思いますよ。あこれあでも相手のライジングパワーが5やから必殺打つか バーストはできないな多分な。これこっちが勝つもんね。だってあこれ勝つ。あカウンター出せるやん。カウンター行こう行こう。カウンター早いぞ。よしぽよ。よしどうか、well、done. カウンター来いや。もう来るやろカウンター。もう来てもええんよ。そんな出し惜しみじゃない。恥ずかしがらないでね来なさい。カウンターもう。そしたらあの空手なんでだよもう空手のテーマソング歌おうかと思ったのに。空手のテーマソング、あでもあそっか身代わり発動せんのや。そうやもうこのファッキンじゃファッキンって言ってしまった。邪魔のせいでもう邪魔なアビのせいでもう発動せんのや。何のためにカリバー持ってきたんだよ。これ何の元ネタがあるんだよ。こっちは格闘家のライダーっていうネタで固めてきたけどさ、そっちは何のネタなんだよ。好きなライダーなのかカリバーは。ん？カリバーのあのおもちゃ持ってるのか。ソードあるんだっけ、わかんない。おもちゃはちょっとベルト、デラックス版のベルトとかそういうのにしかちょっと興味がないんであれなんだけど、なんかあの折り紙の絵が描いてあるやつとかさ、あれのカリバー持ってんのか。うん、全国のカリバー使いに聞きたいんだが、小生はちょっともうねやっぱりあの好きなライダー、これこれあの お祈りポーズのフォームの何やったっけこれ、名前忘れてしまった。お祈り、え死ぬんやないこれ。ダメージ受けたら激烈ストック砕いた。じゃあダブルアタック出せんじゃんこれ。出したら勝てちょったかもしれんのに、それは卑怯やぞちょっと。ジャンヌの必殺技はさ、あれ同じバンダムの鉄拳からちょっと持ってくればよかったのになって思うけどね。ドリアドリアドリアフンデーンイエーとかっていう必殺技にすればよかったんじゃないかなと。やっぱ足らんな、これな。もうこれは終わった。446で耐えてくれてテクニカルまで持っていければね、まだチャンスはあるけど、無理だろうな。どうかな。はいはい、無理ですね。まだ 4K で撮影しとったカメラの温度が上がってしまったけど、もう、ダメじゃん、これ。4K、そう、4K の、やっぱ性能高いんだろうね。どう ?YouTube で、ちょっと自分の動画も見てみにゃいけんな。コメント追加して適当に流しとったぐらいだから、最初から最後まで、ちょっと見て確認せにゃいけんね。4K で撮影したのが、一体どうなのかっていう。今ちょっとオープンカメラの方で撮影してるから、画質おそらく下がってるんだけど、まあ後でちょっと見直してみよう。Shit fuck bitch cut us fuck caliber wins。もういいよ。これもう腐るほど見た。本当にもうあれだね。正直な話するとR タイプファイナル2より見たわ。本当にもう。R タイプファイナル2のプレイ回数より見たわ。ドブキャラ、R タイプファイナル2の第一ステージのドブキャラドプスの300倍ぐらい見たわ、本当にもう。なんで、まあ、ジャンヌちょっと詳しく見ていこうね。いや、かっこいいけどな、ジャンヌ。でももうちょっと空手っぽい要素が欲しかったよね。三角飛びとかね。まあ、それとか空中三段切りとかね。欲しかったですけどね。三角飛びは欲しいね。三段切りもね。あやられたな。もう、ガッツも発動しなかったよ、もう。本当に悲しくなるわ、本当にもう。本当悲しくなるわ。クローズエボルかっこいいな。これな、かっこいいけどな。もう見れなくなっちゃったね。このカードの活躍もね。で、2号のちょっと、50周年くださいよ。2号って実は昭和ライダーの中でも一番客演回数多いからね、2号はね。2号は偉大なるライダーっすよ。なんかみんな勘違いしてるんだけど、平成ライダーでいうディエンドとか、G3 みたいな感じの2号ライダーじゃないよね、2号って。その、もう一人の主役っていう
まあ、リヴァイとバイスみたいな感じやから1号2号。あと、ライダーマン V3 はね。なんで、ちょっとみんな解釈が違うんで、まあ、そこはね、50周年レアにすべきなんじゃないかなって思うけど、やっぱり、こう、公式スタッフの中でも、昭和ライダーアンチ、昭和ライダー知らないみたいな、にわかみたいなのがいるんだろうね。ああ、もうちょっと知ってくれたらなと思いますけどね。はい。じゃあ、クイーン・オブ・ザ・スターティック・オペラとニッキー・ネバーモアの応援、よろしくお願いします。チャンネル登録とかね。曲買ったりとか、ね、サブスクして、応援してください。さあ、日本に来ますから、ヴァンパイア・ユリさんみたいに。じゃあ、次回、ね、これいきます。はい。じゃあ、ありがとうございました。またね。てて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 命も捨てた名もいらぬ空手一筋バカになり果てなき修行まっしぐら見つめた方針を掴んでやるぞ天下無敵の空手の星を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 チェストー